楽しかったあのメモリー、あともうちょっとだけやってもいい。皆さんこんにちは、ニュースラッパーのハリネズミです。今日はねちょっと気になった記事があったので、それを皆さんにお伝えしようと思います。内容としてはこれですね。任天堂クレヨンしんちゃん最新ゲーム僕の夏休みが、販売されるということで読んでいきましょう。新作ゲームクレヨンしんちゃんオラと博士の夏休み終わらない7日間の旅が任天堂の配信番組任天堂ダイレクト2021/2月18日で発表がされました。販売時期は今夏を予定しており、対応ハードは任天堂スイッチ。クレヨンしんちゃんの世界観をもとに僕の夏休みシリーズを手掛けてきた和矢部さんが企画、脚本、レイアウトを担当。僕夏シリーズのエッセンスが随所に感じられるティザー PV も公開されているということですね。いやー、僕はこの記事読んでマジで嬉しかったですね。僕クレヨンしんちゃんもめっちゃ好きだし、僕の夏休みも小さい時やってたんですよね。僕夏の1と2をプレイステーション1とプレイステーション2でやってましたね。なのでこの2つがコラボするっていうのはなかなか感動的でしたね。はい、じゃあ早速なんですけど、このティザー PV っていうのを一緒にちょっと見ていこうかなと思います。はい、じゃあいきますね。すいません、一回実はね見たんですけど、もう一回一緒に見ましょう。すいませんね、小さい画面で。はい、いやいいですよねこの世界観がね。僕夏まんまですもんね。なんか文字の感じがいいね。昔のやつよりも見やすくなってますね。いいですね。いや本当に僕夏の世界観でね。ああそう、ここもすごいいいんですけどね。そろそろツッコミのシーンが来ますよ。ツッコミのシーン、まあ、この博士っていうキャラも毎回なぜか出てきますよね、僕夏でもね。さあ、なんか後ろになんかいるっていう。さあ、ここからですね。カスカベの友達やろそれっていうね。ネネじゃなくてキネって、誰キネって感じなんですけど、で恐竜もいるしいろんな動物もいるっていうね。これが九州っていうところが一番のツッコミどころですけど、はいはい、今年の夏に発売ということで、興味ある方買ってみたらいいんじゃないでしょうかね。僕ももう確実に買うつもりでいますね。はい、絶対面白いですからね。はい、では、今の、クレヨンしんちゃんの記事で、ラップをしていこうと思います。いやエモいね。僕夏とクレシンは確実にエモいゲームになりますね。そんな僕の思いを込めたラップ聞いてください。題名はオラと博士の夏休み。新作ゲームクレヨンしんちゃん早く販売してよ、すぐに欲しいじゃん。しかもゲームは僕の夏休み。このゲームでなった夏が好き。小さい時に父さんが買ってきてくれたプレ2のあのカセット、ゲームとリアルの思い出がセットになってよみがえてくる。楽しかったあのメモリー、あともうちょっとだけやってもいい。ゲームのメモリーがオーバーになってもいい。あの頃がマジでエモい。いつ見ても泣ける大人天国、社会人の日々は地獄。そんな日々を忘れられるゲーム、オラと博士の夏休み。はい、ありがとうございました。少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。それでは皆さん、さようなら。